1一見伺いたい、先ほどの質問のこのヘイトスピーチ禁止条例罰則規定をついた、これにも関連するんですけれども、あの毎年9月1日に東京都の墨田区の,この横網町公園で行われている、この関東大震災の えー、この虐殺された朝鮮人犠牲者を追悼する式典について伺いたいんですが、歴代の知事がこれ式典についても寄せていったわけですけれども、で小池さん、これ、知事就任直後、16年は送付したんですが、17年からこれ、辞められてます、これ、震災の犠牲者すべてを対象とする法要で哀悼の意を示しているということなんですけれども、そもそも虐殺で殺された人たちと、これ、震災で殺された人たちっていうのは、性格が異なるものであるという、こういったご指摘もあった中で、さまざま な歴史認識があるる。と曖昧にお答えしてい,ているこれについて、これとも関連するんですけど、この追悼式典の実行委員会で、この横浜町公園の占有使用許可の申請の受理を、党がこが3回にわたって拒否していて、これに対する抗議するネット署名が3枚以上集まってもいるんですよね。これについて、まあ、なぜ17年からこれをやめられたのかということ、そしてそれ、どのような歴史認識で行われているのか、これはっきりお答えいただければと思います。 まあ今のお尋ねの件についてはですね、毎年9月3月、えー、横浜町の公園内の慰霊祭で、慰霊堂ですね、で開かれております大法要で、関東大震災、そしてまたその先の大戦の犠牲となられた方々への、えー、哀悼の意を表しているところであります。 まあ大変大きな災害で犠牲になられた方々、それにえ続いてさまざまな事情で犠牲になられた方々、これらのすべての方々に対しての慰れというその気持ちに変わりはございません。えー、そして何でしたかしらであれば、なぜ変わりはないのであれば、それまでと時事が出していたものが、これを選んで取りやめという形にしたんですか観光 今申し上げましたように、えー、様々な事情で、えー、犠牲になられた方、そしてあのお大きな災害で犠牲になられた方あ、この方々のお気持ち、お心ということで、えー、哀悼の意をお表させていただくのが毎年9月、3月のお慰霊堂でのお式であるということで、えー、あります。 まあ虐殺と自然災害のものをじゃあ一緒くたにして問題ないという認識ということで、よろしいでしょうか異例をするという点で、えー、この大法要での異例に合わせていただいております、はい、あの公園でのこのネット収入、占有許可に関して、ネット署名が3万以上集まっています、これについての受け止めはいかがでしょうかはいあのその点については受け止めさせていただきます。はい分かりました、えっと小野さんに